はい、今日の動画はですね、バイク事故を起こしやすい人の特徴参戦というかですね、まあ今までいろいろ仕事としてやってきて見ている中で、まあこういう人が定期的にぶつかってくるよねっていう、やっぱり傾向っていうのはあるんですね。で、その傾向をですね、まあお話しすることによって、まあこれから免許を取る方だったりとか、もしくは今免許を取っていたての方とかがですね、こういう思考に陥ったりすると、ぶつかりますよっていうですね、まあなんかそんな感じの話ができたらなというふうに思っております。まあそんな大した話じゃないんで、あまり期待しないで聞いていただければいいかなと思うんですけど、やはり傾向というものがあるんですよね。こういう人がよくぶつかるよねっていう傾向はですね、あくまで個人の感覚の話になるんで、何か統計を取ったわけじゃないですよ。ただ一つの参考意見程度に聞いていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。一つ目、事故を起こすパターンのお話としてですね、運転をしている時に自分の中でルールが完結している人っていうのはですね、柔軟性がないからなのか、よくぶつかってるイメージがありますね。で、これがどういうことかというと、まず目安となる交通ルールというものがありますね。それは皆さん習うんだと思うんですけども、教習所だったりとか、そういうところで。で、そのルールを守ってしまえば、自分がそれを完璧に守ってさえいれば事故に遭わないというふうに思っている人ですね。これはですね、非常に見てると危なっかしい感じがするんですけども、ここは何キロ道路だからこうだ、ここは自分が優先だからこうだとかですね、そういうふうに世の中的に決められたルールを完璧にマスターして、そっからその枠から出ない感覚で運転してる人っていうのはですね、非常に見ていて運転が危なっかしいなというふうにですね思わされてしまう部分だったりはするんですけども、これがどういうことかというと、世の中はですね、いろんな人が運転しているわけですよ。で、自分が正しくて相手が正しくない事故ももちろんありますし、相手が正しくて自分がミスを犯す事故もあるんですけども、どの道事故を起こしていたいのはライダーなんですよね。だけどそこに対してですね、やはり柔軟性を持った考え方で運転していないと、ここはもう極端な話ですよ。ここは一方通行だから、向こうから車が来ることはありえない。来たとしても相手が悪い。だから俺はまっすぐ行くんだと言ってですね、走ってしまったりとか、ここは相手が一時停止だから、自分は優先道路だから、そこを見向きもしないで突き抜けていくとかですね、そういう決められたルールを自分が守っているから、もう自分は正義だというふうにですね、考え込んでしまうとですね、思い込んでしまって、そこに支配されすぎるとですね、運転の柔軟さが失われて、当然交通ルールを習っていない自転車が飛び出してくることもありえますし、そして車でもですね、うっかり相手が過失を犯した時に、事故が起きてしまうっていうのがやっぱあるのかなと。なので、そういう思考、ルールを俺は守ってるから大丈夫だ、私はルールを守ってるから私は悪くないわよっていう感じで運転してる方っていうのはですね、比較的交通事故に遭うリスクが大きいかもしれないですね。なので、もしそういう風に運転していて、俺は安全運転をしている、そしてその安全運転は習った通りきちんとした運転をしているというふうに考えてしまっていて、そこに揺らぎのない自信があるのであれば、もしかしたらそれはですね、非常に危険なことかもしれないですね。続いてはですね、これもさっき言ったのと結構話としては似てる部分があるのかなと思ったりはするんですけども、バイクを運転している時に、自分しか見ていないというところですね。実は自分は交通という大きな流れの一員になっているというのがですね、道路を走るということになるんですよ。国で持っている道路をですね、たくさんの人が利用していて、その中に仲間入りさせてもらうというのがですね、基本的な考え方だとは思います。例えば大縄跳びでたくさんの人がこうジャンプして飛んでいて、そこにですね、仲間として入っていく。だから基本的には交通の流れにある程度合わせる必要があるんですね。ただこれがですね、やはり自分だけしか見ていないと、やはり事故につながりやすい。交通事故っていうのは基本的にどっちかが注意してれば意外と起きなかったりするんですね。どうしても防ぎきれないような事故は除きますけども、基本的には、例えば A 君はぼーっとしていた。でも B 君がしっかりしていた。そうするとですね、A 君と B 君は意外とぶつからないんですよね。たとえどっちが優先だろうが、B 君がしっかりさえしていればですね、お、あの人、僕優先だけど、あの人間違えて飛び出してきそうだなというふうにですね、周りを見ていれば、実はある程度防げてしまう。ただ、注意力散漫な状態の2人がですね、タイミングよく接触するような感じで、近づいていってしまうと、そこで事故が起きるという形になるんですね。なので、縄跳びの縄をよく見て、
他の人たちがジャンプしてるタイミングをよく見て運転をしなくてはいけないっていうのがあるんですね。だから例えばどちらが優先とかどちらがっていう話があったとしてもですね、その相手、特にあの車がねいっぱい街走ってると思うんですけども、運転手の顔を見たことないような人っていうのはですね、非常に危険かもしれないです。例えば運転している時にこの人今何をしてるのかな、コンビニに入ろうとしていて俺はこの左を抜けたら挟まれてしまうんじゃないかとかですね、そういうふうにいろんな想像力を働かして運転する必要があるので、他人をよく観察しながらいつもその先を予想しながら運転することができればですね、たとえ相手がぼーっとしてしまう、人間ですから必ずありますけど、相手がぼーっとしてしまうタイミングでも自分がしっかりしていればですね、実はある程度予防ができてしまうんですね。なのでもし自分がいつもしっかりしていてたまに抜けてしまうという程度だとするとですね、そんな2人が出会ってもですね、大体の場合事故は起きないんですね。ただやはりですね、あのそこら辺をですね無視してですね、あの単純に走ってる前を走ってる車だけを見てですね、後ろを追従していくような走りをしていたりですとかですね、そういうふうに他人に興味を持たない無関心な運転を繰り返しているとですね、やはりそういう方はですね、いつか事故に遭ってしまう可能性が大きいかなというふうに思います。そしてですね、これは最後になるんですけども、事故を起こしてしまった時に反省しない人、これがですね、繰り返し繰り返し事故を起こす人のですね、最大の特徴ですね。これは実は圧倒的にですね、ある一定数の方が存在してはいるんですけども、事故を起こした時に過失割合というのがあります。大体何対何とかね。ただ交通事故に繰り返し遭う人の特徴として反省をしないっていうのはですね、本当に手に取るように、そうですね、一部いらっしゃるんですよ、本当に定期的にぶつかってくる人って。ただそういう方の特徴はまさにそこなんですけども、例えば自分が悪い事故、過失割合上自分が悪い事故を起こした時には、これ過失割合上自分が悪くなってるけれど相手が悪いんだよ、世の中のルールが間違えてるんだよっていうふうにですね、あの本気の瞳でこう説明をしてきたりですとか、あとはですね、例えば自分が悪くない事故でも過失があった時に、ある程度交通事故に遭うのはみんな嫌じゃないですか。普通学習します。自分が優先道路を走っていたら一時停止を無視してきた車が飛び出してきてぶつかってしまった、その時に事故に遭わない人の思考っていうのはですね、大体いやー気をつけてればよかったよ、つい向こうが優先だったから油断しちゃったんだよね、次から見るようにするよっていうふうに、必ずそこでですね学習をするんですね。ところがですね、いやマジで頭くるよ、横から車が飛び出してきてさ、俺優先だったんだよっつって、とりあえずあいつのせいでぶつかったよっていうふうに言う人はですね、再びぶつかるリスクが非常に高いというのがですね、まあ個人的な、感覚の中での統計としてはですね、すごくよくあることだなというふうに思うんですよね。なので、やはり事故というのはですね、結論としてはどちらが悪いという確率を、まあ、弁償する割合だったりとか、そういったことを決めるために過失割合というのを決めていたりとか、いろいろあるとは思います。だけど賢い方々はですね、交通事故をなかなか起こさない賢い方々、そういう方々はですね、どんなに相手が一方的に悪いような事故でも必ずこうすれば次は防げるねっていう発想で事故に対して向き合っている。なぜだというと、怪我して痛いのは自分だからですね、たとえ相手が悪くても。だけどやはりですね、事故を起こしてしまう思考考え方ですね、というのはですね、責任の、今回の事故の責任はこの人だ、今回の事故の責任は相手が悪い、今回の事故の責任は国のルールが悪いという形でですね、自分の責任を認めないっていうんですかね、はい、というところにですね、まさに尽きるかなというふうになります。なので、まあ、もしこの話がですね、ある程度、信憑性があるものだなと思っていただけるのであればですね、やはりそういう考え方で運転していただいた方が少なくとも事故に遭う確率は減らすことができるんじゃないでしょうか。まあそんなわけでですね、ちょっとおこがましいような言い回しになってしまった部分もあるかもしれないんですけども、ぜひ皆さん、交通事故なんか誰も喜ばないので、自分も嫌ですし、愛車も傷つきますし、相手の車も傷ついちゃいますし、まあ時にはね悲しいことになるかもしれないので、まあそういったところでですね、少しでも事故をみんなでね防ぐ考え方っていうのをですね、やっていけたらですね、よりバイクライフが楽しくなるんじゃないかななんて思ったりはいたします。それではですね、今回はこの辺でお別れになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。